やばい。足立区でキルをする。おい、物騒。おい、物騒。本当に日常だわ。本当にありそう。日常ちゃうわ。日常ちゃうわ。足立区シンプル物騒人間いたな、今な。物騒だろ。日常だろ。冒涜がすぎる。おいいですね。タスクの意識が高くてねえ、素晴らしいですよ。我々も見習わなあかん。やばい、見習わなきゃ。タスクやってねえだろ。今日やばい。ねえ、やばい。こんにちは。あれ、こんにちは。あ、待ってください。ちょっと僕待って。ねえ僕、ねえ僕待って。僕、あ、ねえ僕。あれ、ちょっと待って。あれ、あ、オッケー、あ、え、あ、知ってる。そんな、そんな。あの、シャワールームでタスクをやってたんですよ。ほう。で、ポンズ野郎が右奥の、はい、あの、シャワーヘッドのとこのタスクやってるときに、はい、僕が、あの、ちっちゃいロッカーのタスクをやるっていうボケをしてたんですね。うん。そしたら左から、あの、ズズが来て、で、ズズとズズの間にポンズが入り込んで、ポンズが切られましたね。なるほど。ズズとズポンズの間に。ズズポンズ。はい。なので、じゃあ似合ってた人は。なので、わかんないってことですか？浮いてます。浮いてないでしょ。浮いてないでしょ。バチバチ死人あるでしょ。これ、誰が死ん、あ、じゃ誰が死んじゃない、誰がなに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 これ結局誰がやったの、これ。ズズです。いやいやいや、ズズがやった。いやいや、ズズじゃない。ズズが来た。俺がズズが来たって言ってんだから、ズズじゃないでしょ。ズズじゃない。でもズズが来た。でもズズが来たんです。ズズが来たけど、ズズが切ってるんでしょ。え、じゃあ、ポンズを挟んでズズとズズがいて、どっちのズズが来たの。俺じゃない方のズズよ。そりゃ俺が言ってんだから、今。だから俺じゃない方のズズは、なんで俺じゃない方のズズが切る能力持ってないと思ってるの、まず。え、右のズズと左のズズどっちが切ったの。ねえ、うん、ねえじゃねえ。だ、今喋ってるズズは切ってないじゃん、絶対に。今喋ってこうカミングアウトしてんだから。でもズズが切ったんでしょ。カミングアウトズズゴン出てきたってこと。カミングアウトズズゴン。え、ズズは3人いるってこと。ズズは2人。で、お、三人だよね。三人だ。発見したズズと、キルしたズズ。発見したズズ。カミングアウトズズは何だったの？もう、だから、その、発見したズズと、発見したズズと、通報したズズは一緒なの。はいはいはい。で、そこに来たキルしたズズは違う人なの。ほら、二人でしょ。だからこれで。え、発見したズズと通報したズズが一緒ってことは、別の人格である可能性はあるってこと。めちゃくちゃカロリー使うな、おい。だから、そうじゃない。カロリー使うな、おい。カロリー使うな。2人で1つってこと。2人で1つじゃ、プリキュアか、おい。2人でプリキュアじゃねえ。あ、だから物理的には3人いるってことだよね。プリキュアだよね。プリキュア2人で1つ。プリキュア勝たんな、プリキュアでしょ。パワーパフガールズかもしれない。お前はプリキュアじゃない。俺はプリキュアじゃねえ。だからプリキュアじゃねえって。パワーパフガールズ。プリキュアに並ぶ3人じゃ、パワーパフガールズや。パワーパフ3人じゃ。だからズズが3人いるんだから、パワーパフガールズ。じゃあバブルス、ブロスタム、バターカップの3人じゃねえよ。違う、ズズだ。よく出てきたな。ズズ、ズズだよ。なあ。僕浮いてます。いやー、浮いてねえだろ、一番っていう話をしたでしょ。どう、結局ズズが切ってるのをズズが見てるってことでしょ。だからズズじゃないって話をしてるの。で、それをズズがカミングアウトしてるから、ズズじゃない。あ、ズズ4人いるってことか。2人めちゃめちゃいる。なあ、つられて、もう俺。違う。なあ。ああ、しんどい。ああ、しんどい。ああ、しんどい。ああ、しんど。しんど。
お大学生みたいなふりしやがってこの、うん、だから、よし、あれほら向こうが本物、向こうが本物なわけあるか、今ここで喋ってたんだから。どこ行ったけの、おい、どこ行ったけの。死んだよ急に。あ、いっぱいいっぱい、ちょっと待って、待ってびっくりした。なんかズーさん3人いましたよ。違う、影分身。ズーさんが3人したら、ズーさんが来て、それの横にまたズーさんが来たら、うわー、むずい。結局、ってことはパワーバフガールズってことですか。違う、それパワーバフ、バブルズ、ブロスバタンカットだっけ。ズーじゃねえよ。でも今3人ま、でも3人いたんだよ。違う、キュートなブロスだから、違う、リーダーのブロスタム、キュートなバブルス、そしてタフだぜバターカップで、バブルス、ブロスタム、バターカップでパワーバフガールズだろ。あっちゃんも、もっと理解するかですかね。説明図で。じゃあ今、ズズーカップは何してた。ズズーカップ、バターカップにズズー置き換えない。違う、ズズーだ、ズズー。でもズーさんいましたよね。いたけど、いたけど、俺じゃないズズもいたじゃん、2人。だからその2人を探し出そうっていう話をしてるじゃん、今。結局、2人いたの。メインホールで偽物のズズと喋ってましたね。本物のズズと喋ってんだったら本物のズズでしょ、喋ってんだったら。なんか、連続でギャグやるって言ってやんなかったんですよね。それは、俺がギャグやろうとしたら左からズズが来たから、止まったんじゃん、それが。でもあっちが本物かなと思った。なんであっちが本物になるんだよ。ギャグをやろうとしている俺よりも。いやでもやんなかったから。だからそれ左から偽物のズズが来たから、そっちに集中されてそっち行っちゃったんでしょ。なあ、もう酒飲もう、この後酒飲もう。めちゃいますよ、もうめちゃくちゃお酒飲もう。めちゃいますよ、もう全然。もうお酒、もうズズちゃん往生際が悪いよ。酒飲もう。言うんだったら、そんなに言うんだったら、往生際悪いとか意味わかんねえし、悪くねえし。何飲むんですか。スピリタスですか。ドスだけな。スピリタス。だって新宿で試験管に入って売ってるやつとかあるけど、スピリタス。違う、そうじゃなくて、じゃないよ。ドス高い 50% ぐらいの飲まないよ。鬼殺し、鬼殺し。誰がズズかっていうやつ。俺視点誰がズズかっていうの聞きたい。誰がやってそうか。あ、確かに。おい、ここ本物だって言うんだったらね。残り30秒で詰めさせんなよ、いろいろ。でも、内神の時はズズさんが2人いたんですよ、なんか。それは偽物と偽物のズズなんですよ。え、アーカイブで最後に合流したズズが本物なんです。その前にいた2人のズズは、待って違うな、待って、じゃあ1人目のズズが偽物で、ズズさんが3人いるってことですか。あ、じゃあ A ズズと B ズズが C ズズじゃない場合は B ズズが A ズズ。藤子不二雄みたいにジャンル分けするんだよな。なあ、ドラえもんの作者みたいにジャンル分けをするなよって話をしてるんだよ。なあ、これで俺はズーさんから見て俺はめちゃめちゃ白くなった。うるせえ。しんどいな。もう閉めてるじゃん。もう、なんで死んでから評価されんねん。ニセズズがズズを多分先に聞いて、ゴッホだ、そういうタイプのやつだから。ゴッホだ、ズズ多いな。ゴッホじゃねえ、多いっすね、ここ。
結局ズズは3人いるってことだっけ。小型って何？小型のギャグを今作ってるのかもしれないから。そういうことだ。小型のギャグ。なんかズズ、小型のギャグ。ズズ2人いたのね。だから評価されてる。めちゃ評価されてるかもしれない。真ん中、どこだっけ名前。貴重多いな。たくさん落としたギャグが。真ん中、高値で落札されていくかもしれないだろ。ギャグが。今後。ギャグが。で、うちはその追っかけられまくって。ズズのギャグをめぐって、盗難が起きるんでしょ。いろんなところで。ギャグの盗難が起きて怪盗とかも現れてギャグのそうなんかズズさんがベントに入っていくのを多分ぬるめさんと番長さんと私で見てますね最後シャワーで、ね、ってことはじゃあその3人以外がズズになり得る偽ズズの可能性があるズズってことですね。誰だ？ズズが多分誰だ。誰だじゃねえわ。ズズが多分死んでて知らこすぎるわ。あ、ビーズズはウルトラソウルとか歌うんですかね。え、ビーズやそりゃ。死んだな。え、じゃあシジンさんとカズさんのオーダムでビーズズさんの声真似してもらって。ズズさんの声真似ってどうすんだ。声真似しかいないやって。ビーズズとシーズズは喋ってなかったからな。喋ってないし。A ズズしか喋ってないんだから。じゃあ一番偽ちゃダメじゃん。全然偽せずに行きますけどね、じゃあ。まあ一回やってもらう。織田信さんが言ってるその…やっぱズズが離れらんなくなっちゃってる、みんな。お、というのズズ。よいしょ。よいしょ。ああ。え？露天風呂？エンジン呼んだ。うるせんぐらい。ああ。あのくんわかるよね。あれあれさ誰が変身してたか。カズさんついにやりましたね。おっと間違いなく本性を表しましたね。間違いなく俺がやってました。いや本性を表しましたね。カズさんこれはとんでもなく間違いなく俺がました、ね、マジでカズさんでしたねこれ、どう見ても俺がやってましたね。もう武雄さんがカズさん助けてって言ったの本当に。こう見てもやってましたね。まあでも仕方ないっすよね。そうっすね。うん。もうマジか。俺が犯人だったら、うん、俺に化けなくないっすか。まあもうカズさんだったってことですよね。だからカズさんがねさんだってことはカズさん。俺が犯人だったら俺に化けないっすよね。あ、そういうこと？そう。まあ、だからカズさんがだからカズさんが化けないからカズさんがやったってことですね。わかるロムさん。カズさん、こう考えても、カズさんが、俺が二人いたってことは、そう。それじゃない。要はカズさんが二人いたんで、カズさんはカズさんに化けることができないので、カズさんがやったんです、ね。ズズとかカズとか。もうむちゃくちゃだもん。なるほど。ズズとかカズとかも。ダメですよ。いやダメですよ。俺に負けちゃった。俺に負けちゃった。ったら俺じゃない。ナイスよ。カズさん切ってたけどな。ナイス。